板花義一1月29日から1961年10月18日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。長野県南安住郡三田村に農業、板花も一郎の次男として生まれる。1907年松本中学卒業。1911年5月陸軍士官学校を卒業。同年12月。 市長兵将尉に任官し、市長兵第二大大付となる。1923年11月、陸軍大学校を卒業した。1924年3月、市長兵第一大大付となり、同年7月から12月まで、下市陸軍飛行学校で偵察を学んだ。1925年1月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員。 市長兵官部員を歴任し、1926年8月、市長兵少佐に昇進。1927年12月、陸大教官となり、第三師団参謀仰ぐつけを経て、1930年8月、市長兵中佐に進級。1932年2月、上海派遣軍参謀仰ぐつけとなり、参謀本部員、欧州出張。 陸軍自動車学校協会を経て、関東軍自動車隊長に就任し、1935年3月、市長兵大佐に昇進。1936年8月、市長兵官部員に転じ、第一軍兵隊参謀長、同軍参謀を経て、1938年7月、陸軍少将に進級ししも静飛行学校付けとなる。1938年11月、 熊谷陸軍飛行学校幹事に就任し、第7飛行団長を経て、明けの陸軍飛行学校長となり、1941年3月、陸軍中将に進み太平洋戦争を迎えた。1942年11月、新設の第6飛行士団長として出征。ラバウルに赴任し、東部ニューギニア方面での航空船を指揮。1944年4月、 陸軍航空本部付けに転じ、陸軍航空通信学校長を経て、1944年8月、第二航空軍司令官に発令され、満州に赴任。1945年6月、予備役編入となった。その後は、横浜市で寄席を送った。ありがとうございます。